こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはリアルリック。綺麗なスタートを切りました。サンドピット前に行きそうです。リアルリック、それに続いています。さらにはマジカルホーク、3番シガー、その後ろストーンダイヤモンド。後方からこの辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはサンドピット、そして大きく離れてリアルリック、この位置です。ライブリマウント、すぐ後ろ統計2世、好位をキープルキャリエール、それに続きます。すぐ後ろにマジカルホーク、大きく離れましたケイプスティンガー、すぐ後ろにランニングサンセット、さらにはミルアイドル、黒の帽子シガー、その後ろ少し離れてソロプレイス、続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてサンドピット、2番手はリアルリック、ライブリマウント、3番手統計2世、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサンドピット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はライブリマウント、ライブリマウント、先頭あと 200m、 ライブリマウント先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は統計2世、ライブリマウント1着、ライブリマウント完勝、ライブリマウント1着、2着は統計2世。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。クールタフネス前に行きそうです。オペラクロケット、それに続いています。さらにはミルスパーク、16番ステイエンパイア、その後ろ、それでは先頭からクールタフネス先手を取りました。その外にミルスパーク、その外からフィーバーゴルフローズ、内からはオペラクロケット、その外からバブルトラベル、内からはナインサイクル、その外からジャガーミュージック。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってラビニアフォンタナ、ラビニアフォンタナ先頭、残り 200m、 ラビニアフォンタナ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ビコーペガサス、ビコーペガサス、もう一伸び、ビコーペガサス1着、ビコーペガサス1着、2着にはどうやらラビニアフォンタナ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ビコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はノーブルキャロット、ノーブルキャロット先頭、2番手はタイキシャーロック、
先頭を捉えるか。さあ MI ブラン一気に来た。あと 200m、 先頭はタイキシャーロック。ノーブルキャロット必死に追いすがります。ジョージ王座抜けた。ノーブルキャロット追いすがります。ジョージ王座1着、2着にはどうやらノーブルキャロット、見事に勝ちました。ジョージ王座 MI ブラン敗れました。これは掲示板までです。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのはエイシンワシントン。エイシンワシントンさらに突き放します。カワチイメージ食らいつく。エイシンワシントンゴールイン。エイシンワシントン1着、2着にはどうやらカワチイメージ、見事に勝ちました。エイシンワシントンカワチイメージ2着止まり。しかし何とか面目を保ちました。